ダミアン・ルタレクは、フランス・ポワシー出身のサッカー選手。エッグアテネ FC 所属。ポジションはディフェンダー。1995年から、ルアーブル AC のユースチームに所属し、2005年にスタッドレンヌに移籍し、2007年にトップチームに昇格した。2009年、ドイツのボルシアドルトムントに3年契約で移籍した。2012年1月、 母国の FC ナントに完全移籍した。2016年1月29日、ロシアプレミアリーグの FC モルドビアサランスクから、セルビアスーペルリーガのレッドスターベオグラードに移籍し2年半の契約を結んだ。2018年6月20日、モンペリエ HSC に移籍することが発表された。背番号は14番。 2021年7月9日、エッグアテネ FC に2年契約で移籍した。フランス代表として、各年代の代表でプレーし、UEFAU-17 欧州選手権2007では2ゴールを挙げ、FIFAU-17 ワールドカップでは4ゴールを挙げる、活躍をした。2009年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。かつて、 リバプール FC にも所属していたアントニール・タレクは実刑である。ありがとうございます。